ではカントギーガールズのみんなをポケモンに例えるということで お願いします。はい、まず桃地先輩はプリンです。プリン、プリンっていうのは、わかった、ピンクの猫ちゃんでしょ。そうです、ピンクのやつなんですけど、知ってる、歌うっていう技を覚えるんですよね。そうなんだ。しかもその色がピンクっていうのも、あの、加味して考えますと、桃地先輩にぴったりかなと思います。ああ、確かに。歌うんだ、はい。そうです。歌うっていうのは、あの、眠らせる効果があるんですけど、相手のポケモンを。覚えてるよ、私。覚えてます？見た見た、そこまで多分見てる。アニメではよく出てきてたんですけれども。そうだ、ね、そうだ、それだ。もう心地よくなって眠たくなっちゃうほどの歌声なので、桃地先輩はプリンだと思います。なるほど。じゃあ続いて。山木さんはですね、はい、私、ロズレイドです。ロズレイド。ロズレイド。はい。あの、ローズ、バラがモチーフとなったポケモンなんですけど、なんか、お嬢様っぽいので山木さんにぴったりかなって。どうもありがとう。思いました。おしとやかな感じのポケモンなので。ローズ大好きです。はい。森戸さんは、はい、私、前からずっとこれ思ってることなんですけど、ピー、うん。ピー。ピーっていうポケモンがいるんですけど、ピー。本当に、もうピーにしか見えない時とかあるんですよ、正直。待って、めっちゃ見たい。何それ。なんか、あの、顔がとにかく、うん、私結構好みで可愛いんですよね。ほー。ね、なんか、すごい人懐っこそうな見た目なんですよ。で、なんか、それこそ山木さんとかによく、リサちゃん、リサちゃんって言ってるイメージがあるんで、あるある。なんか本当にイメージにぴったりすぎて、でも絶対見たがわかるんですよ、本当に。山木さんにも見てほしいし。猫の形とかそういうのあるの？何をモチーフにしてるとか。なんか、結構妖精みたいな感じなので、モチーフとかはそんなにないんですけど、耳はちょっと猫っぽい、尖ってる感じですね。ね、あの、これ聞いてる皆さん、ぜひともあの、検索かけながら、よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ続いて、舞ちゃん。お関さんはでもニャビーですよね、やっぱり。そかそかそか。猫なので。はい。あれだよね、ね、あの、さあ、猫にもう一匹いるじゃん。すっごい昔からいる子。猫。あの、ニャースですか？あ、そうそう、それそれ。猫ちゃん、それもいるけどさ、はい。あ、まあでも、まあでもニャビンの方が似てるのかな。こっちの方が私的にはぽい。でもチョロネコっていうポケモンも、チョロネコ？はい、結構新しめのでいるんですけど、色もなんか紫で、へー、結構美しい系の、あ、そうなんだ、猫ちゃんなので、ぽいかなって思いますね。あ、ぽいんだ、やっぱ猫のイメージが強いんだね、まいちゃんは。そうですね。じゃあ結ぶは？結ぶはこれも昔からっていうか前から持ってるんですけど、うん、あのエグフーンっていうポケモンがエルフーンいまして、うん、はい。で、エグフーンは、綿毛みたいなのが周りについてる。綿毛？綿毛みたいな、モワモワみたいなのがついてる羊？あ、そう、をモチーフにしたポケモンで、うん、なんか、丸っこいんですよね、シルエットが。へぇ、すっごい可愛くて、うん、なんか、ふわふわしてて、妹っぽい雰囲気を持ってるっていうか、そこが結ぶっぽいなって、個人的に思いましたね。そっか、ヤナミンから見ても、結ぶは妹っぽいの？そうですね。でも、結ぶは、うん、いや、ナナミの方が子供っぽいやろみたいな感じで、言われるんですけど、うん、いや、確かに子供な面もあるかもしれないけど、私はお姉ちゃんぶりたいから、みたいな。ヤナミンってさ、本当にさ、結ぶに対してめっちゃお姉ちゃんぶるところあるよね。いや、めっちゃぶってますね。でもさ、旗から見てて、私たち、だから他の4人から見てて、はい、すんごい微笑ましくって。そうなんですか？でもこっちから見たら全然変わんないの、二人とも。私必死です。結構。あ、必死なんだ。はい、あれ、ほんと見てんの面白い。そうなんだ。はい。ちょっと、一生懸命私はお姉ちゃんぶるを頑張ってるんですけれども。うん、あ、じゃあ、ヤナミン自分は何だと思うの？自分？なんだろう、うん、難しいかな、客観するのって。難しいけど、私スイ君っていうポケモンが一番好きなんですよ。かスイ君って言われる存在でありたいけど、うん、そんななんかスイ君と同じって恐れ多いっていうか。そんなレベルで好きなの？いや、私は本当に愛してるんで、うん、スイ君のこと。そうなんだ。じゃあスイ君になれるように頑張って。頑張ります。はい。